んでるか分からんでしょ、これ。こうなってました。一番手間のかかる編集が終わり、今からもう一本編集です。現在1時30分、1時間半くらいですよね。3時ぐらいで終わるんじゃないですかね、はい、いつもだから生放送ね、2時とか1時半とか2時とかに終わるじゃないですか。でそっからなんかごちゃごちゃやってるとだいたい3時になるんで、まあ、いつもと変わらん感じですかね。本当にもう間はまあ皆さん、はい、ちょっとね、あれ、ちっちゃい三脚が立った、近所のパン屋さんに行って帰ってきて外行ったから、今眼鏡黒いじゃないですか。これが白くなる瞬間を撮りたいと思います。見ましたか、先ほどの映像。この眼鏡ね、めっちゃ便利。ジーンズで買えるんですけど、雨の日だろうがなんだから外出ると絶対こうはもう即座にサングラスになるわけで、家帰ってきたらすぐにこうなるから、あの別に帰ってきてすぐだとちょっとまあ暗くてあのパソコン見えづらい時ありますけど、すぐ戻るんでね、気にならないです。いろいろなアングルを試しております。本当はね、後ろボケるというね、この辺がね、でこうやっておしゃれだね、動画撮るとこうやってね、やば。あ、もうレンズ次第か。絞りのきついレンズを買えばもっとおしゃれなやつが撮れるってことね。へい、現在時刻、9時49分。今日はね、大変な収録、大変な収録でもないんですけど、大変な収録があったんでね、今から編集なんですよね。なんで、生放送できないとね。今 GH5 で撮ってるんですけどね。あ、これ説明 しづらいな。このディスプレイ、今これはまあレンズでしょ。でこっちに今私自分の顔こうやって見れるんだけど、なんか波形みたいなのが出てて顔見えねえんだよな。意味ねえじゃんこれ。消せないんすかこれ。何これ。あ、ちょっと待ってね。ほらほらほら、わかる、わかる。なんかモヤモヤみたいなの出てる。くっそ、俺はまだまだ GH5 を使い切れてないな。邪魔が見えないんで、顔が見えないんで、そのモヤモヤで。本当にこういうのを撮り始めて4日目かな、ずっと編集してるんですよ。まだ今12時半ぐらいなんですけど、まだ終わってなくて。俺が最近ハマっているもの、じゃじゃん、花粉、ハウスダスト、水に変えるマスクね。水に変えるっつって、あのマジでビシビシになりますから。こっちまでもう1種類なんかね、4つぐらい種類があって、これが一番高いやつですね。1枚1000円ぐらいしますよ。1枚本当にこれ1個が1000円ぐらいするやつで、これってもうちょっと安いかな。こっちね、プラス10って書いてあるでしょ。こっちプラス4なんですよ。普段こっちつけてるんですけど、例えば東京行く時とか遠征する時はね、分かんないでしょ、その行く先々の花粉が分かんないからね、こう最強のつけていくみたいな感じなんですけど、これめっちゃビシビシになる、ほんとビシビシになって、あのこのね、マスクの下のここからあのなんか出てるのかしいんですけど、この辺が首、この辺が痒くなってくるんですよ。今度この辺が痒くなってきて、でまあ鼻に入るやつと口に入るやつなくなるから、プラマイゼロなのかって言われると、それでもプラス2ぐらいありますね。花粉が来ないっていうの強い。はいはい、使い回してます。まだ置いてますこれね。編集頑張ろう。今からですね、ベランダの方に行ってて、ベランダの方に行ってて一服してまたやりたいと思います。ちょっくら行ってくるわ。終わりました。今ね、4月6日のこの動画の編集もやったんですよ。本当に10分15分ぐらいでねできちゃうんですよ、あれぐらいの編集だと。ただつなげてるだけじゃないですか、切って。で聞いてるとやっぱりね、このマイクと音質全然違うね。今のやつの方が全然いいね。やっぱり室内は絶対これ使わないとダメだ。これなしもやってみたいね。これもなしで撮って外してみてっていうのをやってみたいね。今日はでもね、
マスクですから話すことなんにもない。でちなみに時間ですがもうすでに3時、やっべ3時40分だって、やっべもう寝よう。